画面左側、青のユニフォームがホームのビファーレン長崎、右側、今日はセカンド白のユニフォームがツエーゲン金沢ということになります。ボール、クリスティアーノ、ボールを持っている、打っていった、クロスバーの上、やや強引気味ではありましたが威力ありますね。で相手がやはりそのシュートを打たせないという飛び込んで不責になりますから、まずこの相手に脅威を与えるという点ではいいシュートだったと思います。で、まあ、そこがねやっぱりその前向きの状態で奪えればカウンターのチャンスになりますから、はい、いいはずのさせ方だと思いましたけども、さあワンタッチで、うん、澤田クリスティアーノのワンツーでシュートが入った。これは白井触りましたね今ね、高い位置行ってればパスっていう選択肢も生まれたかもしれないですけども、まあ、ここはもう本当にこうシュート一つっていうところ、縦に送っていく、いいところに入った、左長峰、ゴール前に2人、ヘディングは林のボール、そのまま打っていった、クロスバーの上、島田左足でした、まだクロス入らない、藤村のクロス、ヘディングは豊田、落としてまだ浮いている、よく出ましたね今、笠原選手ね、反応できましたね、林が倒れているがまだプレーは続いている。金沢の時間帯に今なりました。さあ藤村、逆サイドで手を上げている松田へのボール、松田がダイレクト、シュートが決まった、スーパークロス、杉浦です、クロスで決まりましたね今、金沢先生67、最終的に村松選手の背後の抜けるこのモビリティの部分も、まあ、ゴールに直結した一番の要因ですけど、なんといってもこの質のボール、ここで縦に長いボール、徳良を狙ったボールは収めはここで奪った、さあ笠原木シュートっていった、うん、プロになって初めてのシュートはクロスバーの上、長崎大竹のキック、ヘディングは長崎がもう一度低いボール、オーバーヘッド、ゴールの上、レジガルジュニオ、ここで試合終了です。ツエーゲン金沢アウェーの連戦で